早田文造は日本の植物学者。台湾植物について台湾杉をはじめ1636種を命名したことにより台湾植物の父とも呼ばれる。新潟県鴨茂生まれ。1903年東京帝国大学を卒業。台湾総督府の依頼で台湾の植物を研究し、さらにインドシナでも調査を行った。その後東京帝大理学部教授及び、 東大附属植物園長となった。台湾植物の命名にあたっては、フランス人神父のユルバンジャンフォーリーが残した資料による部分が多かったため、謝意を表し日本人から寄付を募り1917年に神父の銅像を建てた。彼はさらに動的分類学というものを提案した。これは、恣意的に一部の形質のみに着目して、 系統樹を作成する従来の分類学に対し、多数の形質からネットワーク的分類図式を作ろうとしたものであり、後の表系分類学に似た考えであるが、理論的には耐成されずに終わった。死後の1936年、台湾総督府は功績をたたえ記念碑を、現台北植物園の作用館前に建てたが、太平洋戦争の土作作作で、 ポーリー神父の銅像ともども行方不明となってしまった。21世紀になって、神父の銅像の金型が発見されたことに、伴いこれを復刻。早田の記念碑も新たに作成し、2017年9月30日に修復工事の終わった作用館と合わせ復活することとなった。台北植物園、早田文蔵記念碑早田は、植物の学名で命名者を示す場合に、 早田文蔵を示すのに使われる。ありがとうございます。